ロー。昨日無事広島に帰ってきて、今日朝からマーループのレッスンをしてきて、で今お家帰ってきて顔洗って顔洗って今パックしてた、顔の保湿してたので今テッカテカなんですけど、顔の保湿をして今に至ります。今日は大阪で開催されるマワループオータ2024に出演させていただきます。ちょっと集合時間まで結構時間があって、何もしなかったら寝ちゃいそうと思ってメイクしようと思ったんですよ。でいや、なんか一人でメイクするの悲しいから配信しちゃおうと思って配信を始めました。なのでもうすっぴんマンです。超絶にすっぴんマン。今日は8時、一回8時ぐらいに起きて一回二度寝したんですけど、今日は8時ぐらいに一回起きた。みんな今日は大阪に出ます。大阪に出没するよ。みんな来てくれてありがとう。ゆきさん、としきさん、シルバーのだるま、バンドネオンさん、シルバーのハート、ウエチェインさん、シルバーのだるま、ゆきさん、アイドル王、バンドネオンさん、シルバーのハート、たこすけさん、ニッシーさん、シルバーのだるま、真空圏さん、だるま、町田さん、シルバーのハート、サクさん、スパラさん、シルバーのだるま、ありがとう。こんにちは。ほぼほぼゲリラ配信なのにみんなありがとう、来てくださって。お、今から会場向かう、待ってます。今日は回ループ回ループです。ではメイクしていきます。今日お家帰ってきてからだから、配信が昨日とか昨日と同じぐらいの時間帯からの夜配信になると思います。愛知のひろゆきさん、バラ、天然うなぎさん、ありがとう。シルバーなるま、嬉しい。ちょうどソラハのこと考えてた。なんで考えてくださってたの、めちゃんこに嬉しい。うわ、今からかき氷食べに行きます。最高最高やん。今日は大阪で何か美味しいもの食べれるかな。 X さん、シルバーのハートありがとう。もし差し入れでね何もなかったとしても、あれを食べたい。じゃあ帰りにたこ焼きとか買えたらなお嬉しいって感じで。お父さん、シルバーのだるまありがとう。ジェリーさん、シルバーのハート、和樹さん、シルバーのだるまありがとう。あ、お風呂休み来たと思った。ちょうど配信始まってるし、午前中のお仕事お疲れ様ですね。今日は祝日とはいえどね、月曜日だからお仕事の方多いと思う。ソラのパパとかもお仕事、そんな月曜日とか、あの月曜日が祝日だからといってね休みとかではないから。私は楽しんでくる。そうそう、二度付き禁止気をつけるね。でもね、関西のたこ焼き、まあ、たこ焼きはもうソースなくてもいけるっていう、美味しいから生地が、まあソースいるけどソースいるんかーい。 A ランチさん、シルバーのだるま、天然うなぎさん、アイドルをありがとう。こんにちは。今日温泉行く予定、最高じゃないですか。満喫した、充実したか、充実した一日にしてください。空も充実した一日になる予定です。だって4日間連続パフォーマンスさせていただける、あの最終日だ。豚まんはね、もう私はもう STU の兵庫公演の時とか大阪公演の時とかに絶対に来るから、豚まんはね
あんまり自分で買わないかな。大阪でのあのお話し会の時とか絶対に来る。123シルバーのだるま、13当たりがた、あ、確かに串カツだわ。もうたこ焼き、頭の中私今日たこ焼きしかなくて、なんかもうたこ焼きしかないから、もうたこ焼きだったけど、串カツは絶対に食べる時間がない。串カツね、去年出会って、去年じゃないね、今年のお正月に出会って、もうそっから串カツの虜なんですけど、今日は絶対に食べれない。串カツは半熟卵が大好きです。スカイホエールさん、ハートありがとう。明石焼き美味しいよね、わかる。明日仕事したら、頑張ったら、あ、明日仕事終わったら、そっか、明後日生誕祭なの、やばい。みんなまだ一般販売中で、あのチケットが申し込めるので、少しでも迷ってくださっている方、来てくださるととても嬉しいです。どのぐらいのあれなんだろう、今現在のチケット状況がわからないからあれだけど、来てくだされて嬉しいです。こんにちは。明日から、明日出張からの生誕祭、なんだか忘れません。お、いいね。出張で美味しいものを食べて、そしてソラハに会って、最高。美味しいもの食べてください。広島でもたくさんたくさん食べてね。東京公演ありがとう。こちらこそ、下手だったからたくさん見れたね、嬉しかった。こんにちは。フェクフェスから忙しさせてもらって、いや本当にそうなんですよ。もうめちゃくちゃ充実でした。充実した4日間が終わってしまうのがすごく寂しい。でもね、嬉しいよ。福フェスは一期生さんと一緒に出演させていただけて、花だれ公演は2公演ともね、出演させていただけて、アットジャムは選抜メンバーとして出演させていただけて本当に嬉しかった。マワループは多分関西出身メンバーってことで選んでいただけて本当嬉しい。お、普段日光浴びないから次で慣れそうだった。え、今日めちゃくちゃ暑いです。今日レッスンに行って帰ってきただけでめっちゃ汗かきました。私普段汗かかないんですけど、汗かきました。今日めっちゃ暑い。だからあの本当はレッスン着、ノースリーブっていうか、タンク、もうほぼタンクトップみたいなレッスン着だったんですけど、それで今日大阪行こうかなって、そのまま着替えずにと思ったけど、ちょっと暑すぎて汗かいちゃったからワンピースにしました。ワンピースに着替えちゃった。ガジアさんありがとう。シルバーのだるま、キングさんもだるまありがとう。シルバーのだるま、生誕祭からのナイクルね、ナイクルも楽しみ。なんかもうすごく充実している。もう本当に充実していて、こんなに充実させていただいてていいのかってぐらい、すごい充実した日々を送らせていただける。嬉しいよ。空はしかもね、お話し会ですし、最高、ハイアンドコーです。この2日間お仕事の後、広島に行けるから頑張れる、嬉しい。待ってる。生誕祭もうそうなんだよね。なんかもう明後日かって感じで、なんか本当に生誕祭が発表されてから、まあお仕事とかレッスンとかでこう日々バタバタさせていただいていたから、プライベートも充実させていただいたりとしていたから、めちゃくちゃあっという間でした。もう生誕祭やばいよ、マジでやばい。全然実感はないです。
キングさん、シルバーのだるま、ダブルブレーキさん、ライト、アイドルをありがとう。お疲れ様です。お疲れ様です。一般販売で買えるチケットがまだ1階の席あらしいです。皆さん1階席もまだ購入できるらしいので、ぜひぜひお待ちしてます。プチさん、シルバーのハートありがとう。わさびシュークリームさん、シルバーのハート。キングさん、シルバーのだるまありがとう。 MK さんもシルバーのハートありがとう。ナイクル超暑いので見に行く方、汗拭きシート必須。お、そうなのね。みんなナイクル来られる方はめっちゃ汗すごいらしいよ、暑くて。だから汗拭きシートとかね、タオルとか。いいね、その情報めっちゃ助かる、ありがとう。めっちゃスースーするんじゃない？ナイクルのね、シースピカ超スー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 。そう、めっちゃ広島晴れてます。あっちあっちです。この洋服ワンピース、そう、これワンピースです。去年ね、ユニクロで一目惚れして、ちょっとユニクロのね新商品で、去年のなんかニューって書いててめっちゃ可愛いと思って一目惚れしたんだけど、ユニクロってね意外とお値段がねちょっといいお値段するから、どうしようと思って買うか迷ったけど買いました。そう、パセもねなんか一目惚れしてたらしくって、パセが買うなら買うって言ったら、じゃあ買おうって言ってくれて一緒に買った。お揃い。ナイクロの日雨っぽい。なんだと？なんだと？そんなの許せない。もうあれです。てるてる坊主大量に作らないといけない。TT さんハートありがとう。ファイトありがとう。こちらこそ。頑張る。みんなもファイトだよ。そう。仕事の段取り取れるか心配になってきた。無事みんなが仕事を終えて生誕祭に来てくださいますように願ってる。セレモニーっていうか、後半お仕事が忙しくて初めからは参加できないけど、途中から行こうかなって思ってくださってる方もぜひぜひ待ってる。会場で直接お祝いしていただきたいです。もうりょうさん、しばさん、シルバーのハートありがとう。そう、熱中症対策ね気をつけようね、お互い。9月とはいえどね、めちゃくちゃ暑いから気をつけよう。うーくん、シルバーのハート。キングさん、シルバーのだるま。えー、ランチさん、ライトありがとう。ニッシーさん、シルバーのだるま。この方、シルバーのだるまありがとう。今日からね、ちょっとの期間一人ぼっちだから、そらは多分めっちゃかまってちゃんになる。パセ離れ、今日の朝パセ離れしてきた。一人ぼっちになっちゃう。ノーピーさん、シルバーのだるまありがとう。だからショールームとかメールとかかまってちゃんになると思うんですけど、よろしくお願いします。朝から号泣、号泣までは、号、もうなんか大号泣はしないけど、号泣もしないけど、寂しかった。バイバイって。でもそらはね、半分寝てたのね、朝早すぎて。朝早すぎて私半分寝てたんですよ。もう立ち上がれなくてほぼ寝てた状態だったんですけど、でもちゃんとバイバイって言って、行ってらっしゃいって言って、気をつけてねって。
バイバイって言いました。としきさん、シルバーのだるま。町岡さん、シルバーのハートありがとう。私ちょっと眉毛ないので、眉毛復活生えさせます。でさ、なんかメールとかには載せないんですけど、パセットの写真あんまり載せないようにしてるんですけど、ほぼ毎日一緒にっていうか、もうほぼっていうか、なんかもうお互いが泊まりのお仕事とか、なんか予定があったりとか、お互いに予定があったり、お仕事とかお互いがなんか帰省したりとか、何かがない限りマジで一緒にいるから、ちょっと寂しいね。キングさん、シルバーのだるま。海舟さん、シルバーのハートありがとう。ほぼ私のお家にパセがいる。でもね、一緒にいるからといってマジでずっと喋ってるわけじゃないです。マジでお互いがお互いの世界です。なんで一緒におるんってなると思う。マジで喋らん、喋るけど喋らんみたいな、なんて言うんやろ、もう何なんかもうなんか空気、お互い喋んなくてもなんかいるみたいな、家族みたいな。なんかさ、誰かと一緒にいるときに、やばい、なんか話の話題提供しないとっていうか、なんか無言になっちゃった、どうしよう、気まずいとか思ったりする、緊張とかでね思ったりするとかあるじゃないですか。そういうのは全くマジでないから、お互いがね。だからなんか一緒にいると決闘みたいな、決闘、そんな何を喋っとるって言われたら、お互いなんか可愛い映像を見せ合っとる、可愛いアイドルさんとか、可愛い猫と犬とかペンギンとか、なんかいろんな動物の可愛すぎる動画見せたりとか、あと何してるだろう、あ、ご飯、広島のグルメ調べて、ここ行きたいとか言って話してる。温度のとっくんさん、シルバーのだるま。ララバイさん、ありがとう。シルバーのだるま。伊在心さん、シルバーのハートありがとう。そう、喋らなくてもいける関係、そうなんだよね。なんか気まずくない、喋らなくて。なんかお、ね、前まではなんかお姉ちゃんっていう感じだったけど、1年前とか2年前とか、あ、2年前はまだお姉ちゃんだったか、1年前とかはでもお姉ぐらいから、なんかお姉ちゃんっていうよりなんか友達っていうか、なんかもう通り越し家族みたいな、通り越し家族って感じ。近すぎず遠すぎず、そうなんですよね。だからなんか人喋らなくても家に2人でいたらなんか安心感あったんですけど、今日からは結構ちょっとの期間一人ぼっちだから、家に1人ってだけでなんかちょっと寂しい。昨日ぐずった、それで嫌だって前々からね、あの聞いてたけど、嫌だ嫌だ嫌だよってぐずった、ぐずぐずした、子供になった。
無言でいれる関係、そう無言でいれる関係、あれかもママお姉ちゃんとか友達とか通り越してママなのかな。たまにパセのことパパって言っちゃうのやばくない？性別変わっちゃった。間違えてこの前パパにパちゃんって言おうとしたし、パーコっていう、パーだったらねマジでやばい。間違えるの。パセに対してマジでパパって言ったことあるし、パパに対してパセとかパコって言おうとしたし、やばい。ほんまにあんまりパって言わんやん。こんにちは、ララバイさん、ハートありがとう。シルバーのハートたくさんありがとう。こんにちは、オンドロトックンさん、ファイト、ありがとう。ごめんね、メイク配信で。あんた誰だよ、アーシャと全然違うじゃねえかって思ったそこなんだ。はい、そうなんです、全然違います。メイクどんだけ頑張って、めっちゃ頑張ってますって感じです。タイノーヨックさん、ありがとう。天然うなぎさん、ライト、リザルさん、リザルさん、ライトありがとう。そうそう、パから始まるって言ったらパパ、あ、学校の先生わかんない。でも本当にそんな感じです。マジで間違えた、いやごめん間違えたって、シンプルにめっちゃ綺麗に間違えちゃったよね、この前。まあまあ、ママではないんだけど。でもいろいろしたいこととかもあるので、久しぶりの一人時間楽しみ。しかも生誕祭が終わったらちょっと落ち着くので、真空圏さん、アイドル王、キングさん、シルバーのだるま、ありがとう。今は24分、やばい、お腹空いてきました。みんなお昼何食べたの？お昼何食べた？ソラは豚しゃぶサラダと揚げ鶏を買ってきたんですけど、まだ食べていない。鶏食べてないの、食べたい。久しぶりラーメンなんて食べてきました。え、いいな、何ラーメン食べたのか、もしよかったら教えてくださいな。こんにちは。わ、これからラーメン食べる、待って待って、ラーメン食べる人多い、そんなんずるい、そんなんずるいよ。これから牛丼食べる、いいな、やばい、食べたくなってきた、牛丼いいね。牛丼たまに食べたくなる。チー牛とか食べたい、チー牛。高菜とかも美味しそう、明太子とかもね、明太マヨネーズ系とかも美味しそう。食べたことない。普通の牛丼か、豚丼か、チーズ牛丼か、なんかめっちゃ辛いやつしか食べたことない。差し入れじゃないわ、お昼のお弁当で辛い弁当が来た、辛い牛丼そう、まだ食べてない。じゃあ配信が終わったりしたら食べてね、いっぱい。もうたらふく食べてください。福別で買ったさぬきうどん食べた、最高。お揃いかな、もしかしたら。それも福フェスの時に、福フェスと花だれの時に買ったさぬきうどん食べたい。やばい、うどん食べたくなってきた。
なんか麺類本当に大好き。小麦が大好きなんだろうね。小麦粉大好き。ダメです。なんか小麦粉取りすぎたらなんか肌荒れやすくなるらしいんですよね。絶対それもあって私肌荒れてる。あれあれま、こんにちは。じゃがりこのうな、え、なに、かま、うなぎのかま焼き味、そん、かば焼き、かま、かば焼きか、そんな美味しいに決まってるじゃないの。その情報最高。えと言ってもどういう味なんやろ。うなぎのかば焼きはわかる。えでもどんな味なんやろ。じゃがりこにするってなったらちょっと想像ができない。あなたって呼ばれたいから名前あなたにしようかな。なんでねなんでね。アバターでわかるかもしれない。ちゃ、うチャルメラいいね。なんかみんな麺多いね。みんな麺多い。これからラーメン食べに行く。え、待って待って待って、マジでみんななんでそんなラーメン多いよ。置いていかんとってよ。そらもラーメン食べたいし、そんなそらってラーメン食べたい。悔しい。明日ラーメン一人で食べに行こうかな。チャラララララ、チャララララララ。今日の夜は月見は、待って待って待って、月見さもう終わる。だってさ、なんか新しいさ、マクドがさ、エビのなんかサイドメニュー出すみたいな予告あったからさ、え、もしかして月見終わりますか。許せないよ、私まだ食べてないだから。食べてないよ。たらこスパゲッティ食べた。え、最高最高。ちょっと間違えちゃった。ヒロックさんハート、カズキさんアイドルをありがとう。デコピッタンさんシルバーのだるまとハート、ヒロックさんハートありがとう。さっきポテチコンソメパンチをいっぱい食べてきた。お、あ、買ってきた。いいね。あれかな、この前の穴だれ公園で、穴だれ公園で私たちがいただいて来てくださった方にもいた、あのプレゼントされて、 X でいっぱい回ってきたからみんな食べたくなっちゃったかな。いっぱいコンソメパンチ食べよう。うわ、コメダの月見バーガー食べに行きたい気分。え、レポ待ってます。レポじゃないね、レポか。うー、息を止めてアイライン描いてます。ちょっと待ってね。アイラインは、個人的にめっちゃ大事なので。めちゃめちゃ、ステージの時は、特に長めです。プライベートの時も結構長めなんですけど、私は目がどっちかっていうと近めだから、外に外にしたくて。アイラインが長くなってしまう。まだだよ。何食べる？ネギ玉牛最高。サンドイッチ食べたの？え、いいな。空の分のサンドイッチありますか？ないか。食べ終わってるってことだもんね。悔しい。で最近私パンにハマってる。ウィンナーパン。しかもあの
スーパーとかに売ってるパンじゃなくて、こうパン屋さんのパンにハマってる。カイトさん、シルバーのだるまありがとう。カツヤのエビホタテカキフライ、やばい、カツヤやばい。カツヤって広島にありますか？あるか、見たことないかも。あんまり兵庫県カツヤ多い気がする。知らんけど、地元の兵庫県はカツヤ多い気がする。マジで知らんけど、関西なんかな会社が。うっ、月見バーガー食べたよ。だっていいな、いいな、いいな。キングさん、シルバーのだるまありがとう。お米は美肌にいい。そうなの、小麦じゃなくて。じゃあもう私はお米を摂取しないといけない。うまかっちゃん、明後日なら広島いるから一緒に行くって。ラーメンみんなで食べに行こうよね。みんなで、みんなで天下一品。広島に来られる方はね、この前の覆面調査団の一面に通と颯爽さん行ってみてね。プラス私がインスタグラムで紹介させていただいているグルメ、天に通ず10月中は販売してる。本当に、じゃあ行こうかな。帝国さん、ハートありがとう。友達と電話してたら4時で起きて、家族のお昼ご飯にチャーハン作ってます。いいね。ソラハもね、この前チャーハン作ったよ。10月中旬頃までか。帝国さん、ハートありがとう。キングさん、シルバーのだるま。家にコンソメパンチはなかったけど、あら、じゃあコンソメパンチ買いに行かないとな。飯テロ送ってくれるの？飯テロ待ってる。結構私ね、本当に多分ね、すごい寂しがり屋になると思うので、あのいっぱい空通信してほしい。もう何でも、今日食べたご飯とか、今日はこんなお店行ったよとか、今日はお散歩行ったよとか。いっぱい報告してほしい。そらほんまにマジで結構寂しいから、もう無理だから、やってられない。嘘だけど、やってられないは嘘。人に依存するのって良くないよねって思う。バーガーキングの、パイナップル入ってるの、すごいね、すごい。うわ、どう、コーンメイク、今日はいいんですよ。今日はステージに立ってパフォーマンスをするので、このぐらい濃くないと。逆に結構濃いけどね。ここら辺にラメを入れて。キングさん、カイさん、シルバーのだるまありがとう。恋するよ。いいな。今日テレビ何も見てない。たけさん、アイドル王、ダレルンさん、シルバーのだるまありがとう。ローソン、そうローソンにね、冷やし天一ありますよね。あれ気になってるの、気になってる。すごく美味しい。なんか私あんまり冷やし中華とか冷やし系を普段食べないから、ちょっと戸惑ってるんだけど、あれ美味しい、食べようか。汁なし担々麺。あ、そっか、水曜日そうだわ。私もね、この前水曜日に行ったんだよね。行ったらやってなくてガビーンってなったんだ。ピエンだ。こまかちゃん、シルバーのハートありがとう。ブラピーさん、アイドル王、ズキちゃん、シルバーのだるま、トキさん、シルバーのハート、ブラピーさん結婚してありがとう。今お楽しめね。
わかる、ジローね。今を楽しみになる前に一回だけロケで行ったことあるけど、それ以降は行ったことがないから行ってみたいです。ケンタッキーの月見はタルタル、あ、そういうこと？タルタルソースが入ってる。そのやっぱ場所によって会社によって違うんだ、中に入っているものが。キングバーガーキングはパイナップルで、ケンタッキーはタルタルソース。へえ。これから焼肉行ってくれ、いいな。もしよかったら飯テロしてください、ハッシュタグ空通信で。こんにちは。冷やし中華ケンタの月見、ケンタッキーがおすすめ。皆さんのおすすめ。濃いめラメマシマシですいいね、二郎系の唱えるやつみたい。今日のメイクは濃いめです。マスカラは塗ってません。マチパと美容液のおかげです。うわ、さっきねレッスンはもうドスッピンで行ったのね。ドスッピンで行ったからみんなびっくりしちゃうかな。みんなもメイクしてんのかな。じゃあなんか寝ないようにメイクをしようと思って配信も始めさせていただいたから、ごめんね。初めましてのね、この初見さんみたいな見えるんですけど、初訪問でこのメイクパタパタはもうなんやこの子ってなるよね。チビタンクさんシルバーのダルハート、ユンジーさんシルバーのダルマありがとう。今朝スーパーカップずんだアイス、あ、ね、ずんだ美味しいって聞く。ずんだアイス気になるよ。私もおすすめめっちゃ流れてくる。 X とかもそうだし、ファンの方も美味しいって言ってたし、気になる。ずんだでもアイスもね最近食べないんですよ。本当になんで食べないかっていうか分かんないんですけど、アイスを食べないんですよ。買っても一生残ってて、なんかの時に、なんか私がパセにアイスをなんかプレゼントしたのか分かんないけど、でお返しでアイスをくれたんですよね。でもなんかアイスがなんか食べたい気持ちじゃなくて、あ、違うわ、それは食べたんよ一緒に。でその後になんか券かなんかクーポンかなんか、なこれ還元だっ使ったら何ポイント還元みたいなのがあって、みたいな、めっちゃいいやんと思って買ったんですけど、食べてなくて、あのキャラメルのなんかキャラメルクリスピーみたいなやつ、サンド、キャラメルサンドみたいなあれじゃないですか、あれを食べてなくて、でパセがやばいって家にいる時に、お、アイス食べたいとか言っとって、あるよって、ハーゲンダッツ家にあるよって言ったら、この前食べてました。本当にね、私なんか最近アイスが食べれないんですよね。夏バテ、これは。でもご飯めっちゃ食べてるから大丈夫なんだけど。大阪人多い、やっぱ、いや、そうですよね。だって3連休の最終、あ、3連休の最終日だからやっぱ人多いか。ドキドキ。カイトさんシルバーのだるまありがとう。月見バーガー的なものを食べたことがない。え、でもソラハもね1回しか食べたことないよ。お揃いお揃い、私もそんな食べたことない。カズさんシルバーのだるま、キングさんシルバーのだるまありがとう。ベニハルカ、え、そんなん美味しいに決まっとるやん。お芋は美味しい、お芋は美味しい。カツさんハート、
レインボーさんありがとう。ソラハはメイクしてもすっぴんと変わらないくらい綺麗でしたし、もう優しすぎる。そう目に映っているのは嬉しい。でも全然違うよ。もういくらか、今日もあちちです。そうだよ、今日もあちち。こんにちは。でもさ、やばい、お腹空いてきた。え、待って、今41分、まだ大丈夫。やばい、眠たくなってきた。これ移動中に寝れるかな。昨日帰り本当に一睡もできなかったの。もう絶対に寝るぞって思ってたんだけど一睡もできなくて、で昨日の夜も頑張って早く寝ようと思ったけど、なんかアドレナリンが出とったんか全然寝れなくて、しかも湿度高くてペタペタして、なんか水の中にいるみたいで、なんか寝れなかった。なんか湿度が高いと私本当に寝れないんですよ。だから早く夏が、この湿度が高い夏は終わってほしい。なんか冬は冬で乾燥しすぎて加湿器つけないともう喉痛くなっちゃうからね、難しいんだけど。で今日めっちゃ蒸し暑いですよね。やっぱりムンムンしとるもん。暑いやね、もうこんな暑い。やばい、揚げ鶏食べたいかも。揚げ鶏あるけどまだ食べたいな。おでかバッグにしちゃおう。おでか、おでかバッグちゃん。エアコンつけないとベタベタするけど、つけたらつけたら寒い。え、ねえ、なんでこんなに難しいんだろうね、調節。むず。今日は広島35度予想。え、あ、でもまあ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 、そうかそうか。35度って言われたら、河原いつもと一緒かってなっちゃうけど、でもめっちゃ暑いです。気持ちめっちゃ暑い。え、待って待って待って、よし、これに入れよう。みんなは今日何するんですか。もうお仕事の方がね多いっていうか、お仕事の方もいると思うんですけど、お仕事が今日お休みの方はこの後何するの。ワーループ行くよって方もねいらっしゃると思うんだけど、みんな何する今日。今日はソラハのことをたくさん考えるでいいかな。夜までゴロゴロいいね。でも大事、ゴロゴロするのも。事務所でパソコンを、あ、パソコンポチポチしてるの。えらい、配信見てるって。そんな、見てくれてありがとう。ソラハとこと考えながらお仕事するよ。いっぱいいっぱい考えて、もう考えれないぐらい逆にもっと考えてください。どういうことみたいな、もうこれ以上何を考えたらいいんだぐらいまで考えてください。出るとき忘れ物ないように優しい。親や親ありがとう。忘れ物ないように気をつける。何を忘れないか大事かだけど、何を持っていけばいいんだろう。ヘアオイルはつけて、あ、いい香り。もうヘアオイル空っぽだからね、この蓋取ってこうやって使ってる。
もうヘアオイル買いに行かないといけない、やばい。次何のヘアオイルにしよっかな。私はヘアオイルをそろそろ変えたい。なんかいいの探したいと思います。ヘアオイルこれも空っぽなの。空っぽだけどギリギリまで使うっていう。回ループ会場レッツゴー。ガラクタを片付け、あ、大事ね、断捨離です。断捨離断捨離。明日の仕事に向けて家に帰る。お、シュッポッポーシュッポッポーシュッポシュッポッポー。こんにちは、ヒロさん、シルバーのタコとだるま、アイドルをありがとう。こんにちは、白 T と漂白、あ、大事。休みの日はね、もう本当にもう普段お仕事で皆さん忙しいと思うから、ね、家のこともしないといけないし大事よ。うわ、筋トレした後ゲーム実況見ようかな。え、すごい筋トレ。そらも筋トレしないとだよ、本当に。もうね、ちょっともうダイエットね諦めてはないんですけど、もうダメです。もうダメ期に突入しました。あの、体重減らない期に突入しました。しかも増えてました。そんなに東京でめちゃくちゃに食べたかって言われたらそうではないんですけど、なんか増えてました。もう涙です。でプラス多分もう体重減らない期、もう涙です。だからもう私は前日の明日ですね。いや、やばい。え、明日前日なの。え、やばいやばいやばい。明日ラーメン食べに行こうとかってさっき言っちゃったけど、私前日は塩分控えめます、控えめにします、むくみ気にしてとか言おうとしたらと思ったら、言おうとしようと思ったのに、明日ラーメン、え、明日前日なんか、え、やばい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 。明日じゃあラーメン食べれないじゃん。え、食べたい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 。こんにちは。使い切る。ノースリーブ姿拝見できるのも今週末かもまでかもしれない。いや、でも私は安心してください、安心してくださいってか、私は年がら年中ノースリーブなので安心してください。さすがに私服はねノースリーブじゃないんですけど、レッスンの時は全然ノースリーブなので、ノースリーブ着てたら、あ、今日レッスンあったのかなってね。キングさん、シルバーのだるまありがとう。減らない気。そらはちゃん日焼けした？日焼けしたよ。でもちょっと悲しくなっちゃうからやだな。日焼けしたよ。たらいこき大会から日焼けしました。みんなあれで結構焼けたって言ってた。焼けたよ。メイク完了した。ソラハはめちゃくちゃ綺麗で今日も惚れてもうた。ほんまかいな。めっちゃ関西弁、惚れてもうた、もうたもうたって関西弁だから。あ、やっと今日初前髪。今日朝からずっとピンで留めてたから、やっと初前髪、自分の前髪が返ってきました。トモさん、アイドルありがとう。今からラーメン行く。行きたい。行けないけど。ラーメンたらふく食べます。あ、ソラハの分まで。じゃあ任せた。ソラハの分までラーメン食べて。じゃあ2杯。麺追加で替え玉もよろしく。 YouTube でそらはちゃんの動画たくさん検索する。嬉しい。もしよかったら生誕祭待ってます。平日のねお昼にな、お昼じゃない、平日のお昼はやばい、平日の夜にはなるんですけど来てほしいです本当に。え、そうなんですよ。再来週ね新潟県にも行かせていただくし、初めてだし、もうお土産めっちゃ買う予定だから、気持ち的にはだからもうやばいです。キャリーバッグで行きます絶対。前髪
キングさん、シルバーのだるま、おだやさん、アイドル王とライト王、ありがとう。ラーメン2杯、ラーメン2杯か大盛りか食べてくださいね。空の分まで。よし、え、どうしよう今日の髪型。でも昨日服フェスが三つ編みたらしで、でその次の花だれがツインテールとお団子で、昨日がツインテールだったんですよ。ポニーテールとか、あとはまとめ髪とか、おろし、あ、でもおろしなんかの時したな、マイカーの時したな。ポニーテールありですね。迷っちゃう、何にするかお楽しみに。できた、ちょっと最近の中でもメイクちょっと濃いかもしれん。え、揚げ鶏食べたい。揚げ鶏食べていい？ちょっと強制外そう。楽しみにしてて。痛い歯が。でもね、今矯正つけてると分かるんですけど、歯に隙間ができてくるんですよ。こうやって歯が動いてる証拠らしい。痛い、歯痛い。ほら、かかかん、マジでみんなに言っても絶対に伝わらないんですけど、私笑う時上の歯しか見えないから、下の歯はね、かかな、左の1本目がもうもっとなんか縦だったんですよ。でもちょっとずつ収まってきてて感動してます。マウスピース矯正でちゃんと動くのかわかんないけど、動くのか分かんなかったけど、ちゃんと動いてて嬉しい。頑張ります。まだまだ道のりは長い。はぁ、痛い。うん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 、矯正取った後のあの歯めっちゃ痛いんですよ、食べるの。なんか動いた後みたいな感じだからめっちゃ歯が痛いんですよ。これが硬いわけじゃなくて歯がもう弱いんですよ。だから歯茎が痛くなっちゃう。うん、確かにお口の中、しかも下の歯は見れるのレアだったかも。歯は綺麗じゃないよ全然、また汚いです。でもなんか矯正したいですって言った時にめちゃくちゃにガタガタってわけじゃないから別にしなくていいと思いますってめちゃくちゃ言われたけど、でもいやちょっとやりたくてって、なんでですかみたいなめちゃめちゃ聞かれたから、ちょっとアイドルをしてて歯が大事でって言ったら、あ、じゃあもうそれはしましょうってなった。うわーか、だからまだ綺麗な方ではあると思うけど、でも STU メンバーはマジでみんな矯正して、矯正してなくても綺麗な子メンバー多いし、だから矯正大事。
そうなんよ、芸能人は歯が命だし、私は健康アンバサダーですから。ホワイトニングはね、コロナ禍の時にしたことがしてて、歯が他のメンバーの他のメンバーさんはめっちゃ歯白いの。みんな歯白い。空は昔にホワイトニングしたから、ちょっとそれの流れでまだちょっと白いんですけど、噛まれない。空の歯多分痛いよ。なんかね、この 1,2,3 本目、なんかドラキュラほどではないけど、ちょっと歯がなんかとんがってるか。これが食べ終わったら配信を終了します。またお家に帰ってきてから可愛い状態でメイク配信ちゃうわ。もうメイクも終わって、ヘアメイクも終わって、パフォーマンス終わって、やりきったぞーっていう、感じで配信します。おいしい。自然グロスみたいになっちゃった。過度な食事制限してないよ。全然食べてます、本当に食べてます。昨日ね、プルーン食べれなかったんだけど、プルーン飲めなかったんだけど、これ飲みました。パセがくれたっていうか、貸してくれた、貸すのはむずない。これ飲みました、鉄分大事らしい。なんかサプリメントはなんか直接的に体になんか確実に入るからいいらしい。昨日これ飲みました。今日はプルーン飲みたい。今日はサプリメントじゃなくてプルーン摂取したいと思います。それでは無事揚げ鶏も食べ終わったので配信を終了したいと思います。サプリメント、みんなも気をつけてね。マジで元気な、普段超元気な私でもなんか一昨日はようわからんかったからだからみんなも気をつけてね。いっぱいご飯食べて、適度に運動していきましょう。それでは壇上を読みます。13位大崎上島のカズさん、12位コカジヤさん、11位今日はAランチさん、12位バンドネオンさん、9位うーくん、8位天然うなぎさん、7位アスパラさん、6位さくさん、5位プッチさん、4位としきさん、3位ウエチンさん、2位カイトさん、そして1位はララマイさん、ありがとうございます。杉山さん、シルバーのだるま、ジロさん結婚して、秋捨てのさん、シルバーのだるま、ありがとう。
しゃっくりが やばい、しゃっくり出てきた。まだ大丈夫。本日は18時30分から ST48 ママループオーサム2024に出演させていただきます。今回は7人という久しぶりの2回目かな、個人的には2回目となる7人バージョン、頑張ります。めっちゃ緊張ドキドキなんですけど、今日はみんなと朝から合わせてきたのでもうバッチリだと思うので、あとは髪を可愛くして衣装に着替えてアイドルになってきます。皆さんゲリラ配信だったんですけど、来てくださってありがとうございました。また夜配信でお会いしましょう。いっぱいハッシュタグソラ通信とかシナのソラハとか待ってます。町岡さんシルバーのハートありがとう。まだルームフォローしてない方はぜひルームフォローお願いします。また夜に会おうね。ではバイチャラポー、またね。ありがとうございました。バイバーイ。行ってくる。